はい、こんにちは、こんばんは、よりです。今回ですね、某 YouTuber でですね、運命の人に出会いたいということで、35歳独身女が団体バスツアーに一人で参加してみたら完全に浮きましたという動画をちょっとね、おすすめで流れてきて見たんですけども、完全に、もう動画ネタでございます、これ。まあ多分ネタだと思って見てる方はほとんどなんでしょうけど、まあ6万人ぐらい登録者がね、いらっしゃいますんで、で、再生回数70万ぐらいこれ動画1本で言ってるんですけど、かなり稼いでらっしゃる。非常に優秀な方じゃないかなというふうにはね、思いまして、なぜかというと、やっぱり女の独身女っていうところで、手頃な35歳っていう年齢のところを、まあ世間的にはほら、だから若いね、男の人からしたらおばはんって言われちゃうんでしょうけど、それでも需要っていうのはあるわけですよ。で、しかもこうやってぼかしは入れてますけど、かなりの美貌を持たれてるんじゃないかなと。もちろんだから、多分ね、独身じゃないと思うんですよ。結婚しなくても、必ず動画撮ってる方とか、編集されてる方とか、男がいて、まあ、彼氏かなんかは、そういう存在がいると思うんですけども、で、まあ、運命の人に出会いたいっていうタイトル詐欺とサムネ詐欺。で、サムネ詐欺はいいとしても、タイトル詐欺ってどうなのっていうところがあると思うんですけど、これをつければ、ただね、団体バスツアーに、運命の人に出会いたいって、運命の人がいるわけないので、だからそういう、ちゃんとわかる人は、どうせネタだろって言って見ない、状況を作るんですけども、多分大体みんな釣られてみて、お、いいじゃねえかって言って、頑張れ頑張れみたいになるんですけど、いやもう、この方は、ちゃんと、多分、いるんでしょうけど、あなたにチャンスはございませんというところで、ありますね。で、だって団体バスツアーにわざわざだって一人で行って、おかしいじゃん。団体なんだから。で、そんなとこ行ったって、ずっとカメラ回してるわけだから、自分を自撮りしたりとか、ね、動画回してるわけですよ。そんな奴に話しかけるわけないでしょっていう。俺だって話しかけないよ、そんな人いたら。絶対怪しいもん。もう TikTok とかさ、YouTuber とか、ね、TikToker か。ね、どうせそういうので動画に流すんだろうみたいな。で、ね、勝手に流されちゃうわけだから冗談じゃねえよって話になるわけじゃないですか。だからそんな怪しげな人にね、ずっと自撮りしてるカメラ回してる女なんかに、たとえね、綺麗な人で一人で会ったとしても、こういう普通の人はかけねえよって。まあ、かけても、まあ、50、60、70のおっさんじいさんが、声かけるぐらいだろうって。話なんですけれども、まあ、何が言いたいかって言ったら、まあ、タイトルがちょっとインチキ臭くねって、なぜこれを言ってるかって言ったら、俺婚活バスツアーとか、ね、シニア婚活バスツアーとかの動画を撮った後だったんですよ。で、それに乗じて、今その、話題ってすごい、なんていうかな、そのワード自体が注目されてる中で、まあ、それに合わせてこういうのをぶっこんできたっていうところもあったりで、ただの、自分がバスツアー行った動画ネタじゃねえかっていう、ただ行ってきた動画じゃねえかっていう、ところなんですよ。だからそれだと多分そんなに見てくれないだろうから、じゃあ出会いを求めてる人とか、じゃあそういう婚活の流れでね、こういうふうにおすすめに上がってくるわけだから、まあそういう人に、そういう人が引っかかるわけですよ。まあ俺も引っかかった一人なんですけど、だから頭きてるんですけど、ふざけんじゃねえよと。お前全然違うじゃねえかよと、おすすめで上がったけど、おすすめにあげてんじゃねえよっていうね、YouTube 側に言いたいんですけど、この人に文句言ってもしょうがないので、関係ねえじゃねえかと。俺が見てるのはこんなんじゃねえよと。いうことで、まあでも美人そうだから許そうと。まあこういう心理になるんだろうね、男の視聴者はね、バカだから。俺も含めてバカだから。だからなんていうのかな、もう、OL やってんのバカらしくなるぐらい稼げるわけじゃないですか、これで。だってこの1本で70万再生だから、多分7万円ぐらいにはなるわけですよ。で、さらにもう1本出していってご覧なさいよ、あなた。5本ぐらい出したら、5735で同じ再生数だったら35万ぐらいかかる、稼げるわけですよ。で、それがずっと次の月になっても、どんどん見られればその分の加算が来るから、全部の動画の加算をしたら100万近くになるわけですよ。月収がだよ。たとえ6万人登録者がいたとしても、多分ね、平均で60万ぐらいの、収入を得てるわけですよ、この方は。で、しかもね、概要欄にお仕事のご依頼って書いたんで、だから完全に YouTuber なんで、ネタでやってるわけだから、絶対出会いは求めてないんだよ。だからこういうのに引っかかって、なんかこう、ね、
まあ、悔しい人はこういうのに引っかかんないようにして見ないようにするっていうのが一番いい。あとコメントもしないっていうね。そういうのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。毎月1万円以下の収入しかないが、底辺 YouTuber のひがみだと思って、聞いていただければいいと思いますけど、なんかこんだけ簡単に稼げちゃうと、ほんとバカらしくなってくるよねっていう、普通に仕事してるのがね。だけど、それはまあ、人それぞれの価値観になるから、ちゃんとして、仕事してる女の人がいいっていう人もいれば、まあこうやってインフルエンサーとして何でもかんでもいいから、とにかくね、人よりも3倍から4倍とか、ね、月給稼いでる女性の方がいいよっていう人もいるし、まあその人それぞれになっていきますんで、まあ別にこの女性を俺がディスってるわけじゃなくて、まあ頑張ってねというところですね。だからそうやって生きていけるっていうのは素晴らしいよね。だって早い段階で、ね、ある程度金貯めて、ね、もう、なんていうの、適当な後動画だけ流しとけば、ばあさんになったって、遊んで暮らせるわけじゃないですか。で、またばあさんになったところで、そういう熟女好きみたいな人の、好みに合ったようなチャンネルをやっていけば、ずっと永遠に YouTuber は死ぬまでね、体が動き続けられる限り、YouTuber としてやっていけるわけなので、すげえ、賢い生き方だなっていうふうには思いますけどね。まあ、毎日大変だけどね、いろんなネタ考えたりするのもね。嫌になっていますよ、それが本職になった場合ね。俺なんかもう趣味で適当に、思いつきでやったりしてて、自分の個人的な感想を勝手にダラダラなんか言ってるだけだから、別に、儲けようとも思ってないので、だから、あくまでも俺は趣味でやってるっていう。趣味の延長でやってるっていう話になるんですけども、まあこうやって本気でやってる方たちって素晴らしいなと、いろんなこと考えてんだなと。だからそういうタイトル詐欺も、だから詐欺だからいけねえって言ってるわけじゃないんですよ。それもまたうまい方法だなということで学ばせていただけたらいいなというふうに思っておりますね。ね。なんかの片隅でこうコラボじゃないですけど、そういうのでね、ちょっと私にオファーがね、言っても多分ダメだろうから、なんかでこんなんで、引っかかって、ね、こいつ呼んでみようみたいなのあったら私行きますんで、みたいな。ぼかし出てねえけど、その代わり、顔にねっていう。まあまあ、そんなくだらねえことはどうでもいいとして、一応ね、婚活バスツアーとかいろいろね、ありましたけど、まあまあ、まあ、こういう動画もありますよという話でございます。まあ、それではまたね、面白い話題とかありましたら、皆さんにお伝えしていこうと思いますので、それでは皆さんもごきげんよう。じゃあね。バイ。